ジャン・アントワーヌ・ウードン作のニベルネーコー、ルイ・ジュール共造ニベルネーコー、ルイ・ジュール・マザリーには、フランスの外交官、詩人、ジュール・マザラン数奇教のオイ・ヌベールコー、フィリップ・マンチーニの孫である。ヌベールコー、フィリップ・ジュールと、妻、マリー・アンヌの子として、パリで生まれる。コレージュ・ルイル・ルグラムを卒業した。1733年のイタリア遠征、1740年の ボヘミア遠征に従軍するが、自身の病弱さゆえに軍務を諦め、政界へ入る。1748年から1752年まで、中ローマ大使、1755年から1756年まで、中ベルリン大使、そしてパリ条約締結交渉のためロンドンに、駐在した。フランス革命勃発後も国内に留まったが、全財産を失い、 1793年には、投獄された。ロベスピエール失脚後に解放され、1798年に、亡くなった。1730年に、ポンシャトレーン博、ゼロームのバッシエレーヌと結婚。二条を設けた。1782年、セレスト公、ルイの娘、マリー・テレーズと再婚。子供はなかった。ありがとうございます。